ハウエフクは日本の政治家、長崎県長崎市長、現在の長崎県五島市出身、長崎県立長崎南高等学校、九州大学法学部卒業後1980年10月、長崎市役所に入庁、以後本島等伊藤一長良市長のもとで26年余り職員として姿勢を支えた。 広報担当を経て、2002年4月観光部、観光振興課主管、2004年4月企画部統計課長を歴任。エネに21や広報活動に携わる。広報や観光担当などとして、市民や観光客と接する場も多かった。2006年に行われた長崎サルク博の提案者で統計課長となってからもサルクガイドとして参加した。 2007年4月17日に起きた長崎市長射殺事件で市長の伊藤一長が死亡したことを受け4月19日長崎市長選挙に補充立候補した公職選挙法の規定により失職員は失職となった補充立候補には田上と伊藤の娘婿で西日本新聞記者の横尾誠が届け出た立候補に必要な戸籍等本を取り寄せに親族が 本席地の五島まで戻っていたため、田上の届け出が完了したのは、受付締め切りの直前だった。選挙事務所は4月20日に借り、ポスターは一晩で印刷し、立候補を聞いて駆けつけた友人、知人が一晩、夜通しで掲示板に貼り付けた。田上や支援者は二日間で数時間しか寝られないほどの多忙だったという。田植は選挙戦で、姿勢は一人のものでもなければ、 もちろん、家族のものでもありません。このような形で、新しい市長が決まっていいのだろうかと、と、個人や遺族への同情で票が流れやすいと言われる、とぐらい選挙の中で、自らの市長を貫いた。市民力を合言葉に、長崎市民の力で姿勢を行うべきだと訴え、旧五市来への選挙活動で長短期決戦を制した。立候補は、各政党関係者にとっても、 突然の話であったが、伊藤を支持していた一部の経済関係者や、県選出の国会議員、市職員時代に携わったイベントの関係者などの指示を受け、予行953秒差で下して当選した。なお、伊藤の死亡に伴って立候補した経緯から、万歳参照を行うことは自粛し、支持、支援をしてくれた人々への感謝の気持ちを込めた、拍手のみとした。 2011年7月27日、国連軍縮会議員松本にて、国際原子力機関事務局長、天野幸也と2007年4月25日に市長として初登庁した。5月末には、中核市市長会会長に選出されたほか、6月8日から市長と市民が顔を合わせる、ちゃんぽんミーティングを行っている。また、6月10日には、長崎ルク博で、 失職員としてガイドを17回務めた経験を生かし、観光客に映画、ゲゲのロケ地である、小福寺のガイドを行った。事前の知らせはなかったため、観光客は驚いたという。6月30日に防衛大臣の久間明雄が、長崎への原爆投下について、しょうがないと発言したと伝えられたことを受け、高校生平和大使10周年記念会に、 出席していた田植は事実とすれば被爆地として容認できないと強く非難した。さらには7月3日に上京、日様と面会し、被爆者の心情を踏みにじる者として感化できないという内容の要請文を手渡した。日様からは釈明の場を設けてほしい旨の提案があったという。午後には安倍晋三首相に面会し、政府に抗議した。安倍は田上に対し、 核廃絶を目指す政府の方針を改めて表明した。ヒサマはこの日の午後、辞意を表明したが、夕方に長崎市役所で行った記者会見で、田植は決着がついたわけではないと強調した。なお、7月7日に行われた平和宣言文起草委員会では、抗議をすべしという意見が相次いだ。しかし委員長である田植は、ヒサマの発言に特化することなく、 核廃絶と逆の方向に向かう意見に対する抗議を述べる方が良いと考えたため、8月9日の平和記念式典で読み上げられた平和宣言文には発言を直接的に批判する言葉は盛り込まれていない。9月18日には山崎拓が北朝鮮の核実験についてやらせてよかったと発言した。これに対した上は同月21日に抗議文を出し、 山崎は、同月22日付で、今後とも核兵器廃絶に向け全力を尽くすとした回答書を提出した。2009年8月1日未明に放送された、今夜も生で、佐田正しならよし、鹿よし、青によし、に、実名で投稿した。長崎市出身の佐田に、9日の原爆期に関連し、平和を目指す取り組みへの訴えに協力を要請する。 趣旨の内容であった。同年8月9日に発表された平和宣言は、米国大統領のバラク・オバマが、同年4月に、チェコ共和国、プラハで行った、核廃絶を目指す内容の演説を支持し、賛同の輪を広げるよう呼びかけるものとなったほか、核保有、同疑惑国首脳の実名を挙げ、長崎市を訪問するよう求めた。2011年の市長選挙では2期目を目指して、 立候補した。4月24日に投開票が行われ、長崎市長選で過去最多となる15万票を得て再選した。立候補の際、政党に推薦願いは出さなかったが、自民党や民主党はそれぞれ独自に支持という形を取った。2015年の市長選挙では、田上の他に立候補がなく、4月19日に無投票で、田上の参戦が確定した。 2019年の市長選挙で4選、当日有権者数、36万4181人、最終投票率 55.、55.14%。当日有権者数、36万5914人、最終投票率 53.、53.28%多弓の他に立候補者がなく、無投票で当選。当日有権者数、35万395人。 最終投票率47.33%ありがとうございます。